もうほとんど結構ドライバーでティーショットを攻めていくような感じで、もう多少ドライバーで勝負して少し曲がってしまう分にはしょうがないかなっていう感じで、その辺を割り切ってティーショット思いっきりいけたので、うん、でまあ結果的にティーショットのまあフィーリングもすごい良くて、もう結構フェアでヒットできたんで、まあそれがまずは運対地に良かったのかなと思いますね。やっぱワンショットワンショットをこうどこに置いたら次がいいかなっていうのを常に考えながらプレーしてて、ただまあ僕そういう風にプレーするのが結構好きですので、まあそのスコア出る出ないはまあともかく、まあそういう風に一打一打にこう意味合いを持たせてプレーするのがすごい好きなので、まあこういうセッティングはすごい僕は面白いと思うし、すごいまあね、日本オープンらしいという感じで、